ベレルドはるかです。この度新刊良い名前悪い名前を発売することになりました。この本は私が姓名判断士として20年占ってきたデータがギュッと詰まっています。そして思うのが、いろんな占いを私はするんですけど、やっぱり占えば占うほど最後は名前だなって思ったんですよね。もう成功者を見れば見るほど名前がめちゃくちゃいいって思うんですよ。人気の YouTuber だったり Instagramer だったり有名人みんな画数いいですからね。だからこそ自分の名前がいいのか悪いのか調べておいた方がいいと思うんですよね。だってすっごく頑張って頑張って頑張っているのに名前が悪いってもったいないじゃないですか。しかも SNS で世界中どこにでも発信できるようになったこの時代ですからね。このいい時代に乗り遅れないためにも SNS で使っているユーザーネームとか副業だったりとか、もう個人のことが特定しやすい、本名を使いすぎるのも危ないっていうことで、そういうビジネスネームを作りたい、 SNS の名前を作りたいっていう方多いんですよ。皆さんも今一生懸命やっていることがチャンスをつかむことができる名前になっているのかっていうのをぜひぜひ調べてほしいなと思って、この本が形になりました。もうね、私もいっぱい研究してどうやったらみんなに分かりやすく伝わるかなと思って、もうね、何年も何年もこういうふうに紹介した方がいいかなとか、こういうふうにした方がいいかなっていうのを考えてできた一冊になっています。だからこそたくさんの方に見ていただきたいです。10月28日、小学館より良い名前悪い名前発売されます。ぜひぜひチェックしてくださいね。